持ち運んでって、そしてバタッと倒すんです。バタッと下ろすんです。腰を打ったり肘を打ったり、怪我人いっぱいいるんです。そして私もどかされましたよ。ごぼう抜きって言うんだけど、向こうでは次々にやられるんです。私たちは70人ぐらいしかいなかったけど、機動隊はもう何百人もいるんです。それからアルソックっていうところに会社の経理員がいるんです。その人たちがいるからもうかなうわけないし、私たちは非暴力だからやられるがままにやられるんです。だけれども本当にやり方が暴力なんです。私も自分で歩きますからいいですって言いました。それでも手をつかまれて陰険なんです。肘を握るようにひねられました。そして何もしていないのに突き飛ばされました。突き飛ばしたその機動隊のお兄さんが、危ないですから転ばないようにねって言うんです。だから共謀罪はもう始まっているんです。沖縄の辺野古では共謀罪はもう始まっているんです。これ私たちは言論の自由、辺野古に行けば分かります。どんな風に警察の権力がひどいものか、どんな風にやられるか分かります。やがて今は私たちまだ許されている、ここでやることも、でもやがて共謀罪が7月の11日ですね。そしたら私たちどうなるか分かりません。無理やり警官が来てどかされるかもしれない、そういう日が来るんです。皆さんの生活にも密着しています。皆さん本当に共謀罪って何が、一般人関係ない、あなたたち関係ないと思ってるでしょ。でもあなたたちのスマホも LINE もネット全部もう覗かれているんですよ。それからこの中にも私服のおばあちゃんいるかもしれないです。私は辺野古に行って一番怖かったのは、私のこともみんなのことも監視カメラで、機動隊のたくさんの機動隊員が監視カメラで私たちを撮っていることです。何のために撮っているんでしょう。それはやがて来たるべく共謀罪に備えるためじゃないでしょうか。私たちマークされているんです。もう監視カメラでずっと撮られているんです。この私たちのこの習慣だってどっかで撮られていると思いますね。えみんなのことなんだから、みんなのことなんだから、少しは関心を持って考えてほしいんだよ。この国は今まで71年間平和で来たじゃないか、とりあえず。だけど確実に戦争への道をたどっているんだよ。みんな自分には関係のないことだって思わないでほしいんだよ。みんなのことなんだよ。私たちはもういいよ、年寄りだから死んでいくから。でもあなたたちはまだ若いじゃないか。若いあなたたちはこれからどんな日本で生きていきたいんだ。お願いです、もう少し政治に興味を持って、安倍政治がどんなことをしてるか興味を持ってください。頼むから興味を持ってください。お願いします。ありがとうございます。私も先日沖縄に行ったんですけど、本当ひどいんですよ。車が挟んでるんですけど、その車に有刺鉄線、トゲトゲのある鉄条網みたいなのが引かれてて、なんかこうバランス崩してちょっとでも手触ったらもう大怪我ですよね。でも両手足持たれて、私も本当に放り投げられてバーンってとか、もうそのカメラで撮ってるんですよ、人の顔を。その人が私の腕をつねってて、でもみくちゃだったんで分かんなかったんですけど、なんかつねられてるなと思って見たら、カメラ撮りながら機動隊がつねってるんですよ、その腕を。と思って本当びっくりしましたね。そういったことが日常でやってるんですけど、それでも沖縄の人たちはやられてもまたもう一回戻る、それでもう絶対に諦めないんだっていうふうに言ってる、まあ、その戦いを私たちは絶対に続かなきゃいけないなと思っています。それでですね、今先ほども共謀罪って言ってましたが、なんか自分たちには関係ないって皆さん思いません？思いますよね。だけどこんなことで逮捕されるのかという時代がこれから来るんですよ。そのことをこれから分かりやすく
街中お芝居でやっていきたいと思います。こんな会話で逮捕なのという題材で、すごい短いお芝居ですので見ていってください。はい、さっきは紙芝居やりましたけど、もっと短い、もっと簡単、誰が見てもわかるお芝居をやりますので、お時間ある方、待ち合わせのついででも結構です。時間つぶしにぜひ見てってください。タイトル、共謀罪がテーマのお芝居、え、こんな会話で逮捕なの。おお、久しぶり。おお、久しぶり。どういう仕事は。ああ、一人うざい上司がいてよ。あ、俺んとこにもいるいる。仕事が忙しい時に限ってどうでもいい話を振ってきて邪魔すんなってよ。それな、マジでお前消えろって内心ぶち切れてるわ。思うわそれ。そんなこと言ってるとテロと準備罪で2人とも逮捕されちゃうよ。ありえねえ、テロじゃねえし。だからテロじゃなくてテロとのとなどの部分よ。2人で共謀して上司を消そうとしてたでしょ。その中断をしてたから完全にテロと準備罪、共謀罪で逮捕。マジかよ、冗談に決まってんだろ。消えろって目の前から消えろって意味だし。冗談か本気かどういう意味かを決めるのはあなたじゃなくて警察なの。盗聴できる法律が去年できてるから警察はすでに盗聴し放題、言い逃れもできないしね。まさか俺たちみたいな一般人警察の相手にしないっしょ。そうだよ、テロリストでもない俺らみたいな一般の人はテロと準備罪、共謀罪には関係ないだろ。考えすぎっていうか大げさなんじゃないの。大げさとか考えすぎとか一般人には関係ないって私も思いたいんだけど、だけど歴史という過去の事実が証明しちゃってるんだな。これが歴史。うん、治安維持法って昔あった法律、これにそっくりなんだよ。テロ等準備罪、いわゆる共謀罪って。治安維持法か。あれも最初は限定的で一般の人には関係ないって言いながらどんどん拡大解釈されて、たくさんの人が逮捕されたり拷問されたりして戦争反対も言えなくなって。マジでやばくない、その法律。うん、私はとっても危険だと思ってる。自分には関係ないテロ組織だけが対象の法律だと思ってたよ。もし本当にテロ組織だけを対象にするならテロ等の等って文字はいらないと思わない？確かに、テロ等準備罪、その等の部分が拡大解釈の余地があって怖いな。それにテロ計画を防止する法律はすでにあるから必要ないって弁護士さんたちも大反対してるんだよ。そうなんだ。となるとテロ対策なんて言いながら実は他に狙いがあるって感じ。そうだね、政府に異議を唱える組織をテロ等準備罪、共謀罪を使って一網打尽にしたいとか。消費税上がるのやだな、年金下げられて困る、保育園落ちた、給料上げるとか言えなくなっちゃうかも。それですぐに逮捕されなくてもみんなビクビク萎縮して言いたいことが言えなくなっちゃうかもね。愚痴や本音トークも言えない世の中なんて息が詰まるよ。何がテロと準備罪は一般の人には無関係ですだよ。俺たちを騙しやがって腹立つな。うんうん、これで街中お芝居、共謀罪がテーマの、え、こんな会話で逮捕なのおしまいです。最後まで見てくださった方ありがとうございます。本当に恐ろしい法律ができちゃいました。みんなで反対の声諦めずに上げていきましょう。今
ありますので、ぜひ受け取って読んでみてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。あのですね、本当に今これからの世の中、今都議選もありますし、これからですね、総選挙は必ずあるんですよ。この総選挙で絶対に勝つ、そしてこの共謀罪廃止するために、私たちはですね、選挙だけじゃなくて、やっぱりこういう街頭で立ったりすることがとてもとても大切になってくると思うんです。国会内で頑張る野党の皆さんを後押しするのは選挙だけじゃなくて、やはりこういう私たちの地道な運動が世論を動かす一番の大きな力だと私は思っています。だから選挙も頑張るし、そしてこういう地道な運動も頑張るし、チラシ巻きもポスティングも、そういう署名活動とかそういうことも全部やっていく。忙しい、本当大変なんですが、これからですね、憲法改悪、これ出てきます。必ずこの2年間もう向こうから宣戦布告されたようなもんなんですよ。よりによって憲法記念日に、この宣戦布告、この2年間で私たちはどれだけ、憲法改悪一文字も変えさせない、そのためにどれだけ私たちが横の輪を広げられるかが鍵になってくると思います。私はですね、福祉障害者施設で働いてるんですけど、もうまさに安倍政権の弱い者いじめの煽りが来てるんですね。もう本当に、障害者死ねというのかというようなことがあるんです。あんま個人情報で言えないですけれども、何でもかんでもそういうふうにして区分制度で、本当は就職できないような状態なのに就職させて、納税者にする、それでもうどんどん首を切ったりとかして心のケアが必要になったり、そういうことに対してもう薬をバンバン飲ませるんですね。それでもう口も聞けなくなるような状態にしていってしちゃう。脳も心臓も負担がかかりますから、やっぱりどんどん早く死んでいっちゃうかもしれない。そういうふうにして障害を持った方やお年寄りなんかのサービス料はどんどん削って、早く死んでくれみたいな、もう国がそういうふうにして弱いものを抹殺しようとしている、そういった社会の大きな権力によって抹殺されようとしている弱いものはいるんだという、やっぱこういう弱肉強食の社会はもうやめようよと、私たちが声を上げなきゃいけないんじゃないでしょうか。非正規雇用の皆さん、雇用貧困層で本当に深刻な若者の皆さん、もう本当にギリギリのところまで来ているんです。私たちはやっぱりそういったところの受け皿になる、これはやっぱり市民の人たちができることだと思うんですね。明日から職場、会社、そういった地域でどんどんこの安倍政権ひどいよと、賭け問題ひどくないと話していきましょう。この国会閉会中だからといって忘れさせないために、ガンガン街中で言おうじゃないですか。皆さんどうですか。諦めない戦い、私たちずっとやってきました。次は憲法を絶対変えさせないために、共謀罪も廃止、そしてこの賭け問題もしっかりと追及して、憲法も一文字も変えさせない、三項なんてふざけんなと、自衛隊明記なんかダメ、そういうことも、どんどん声を上げていきたいと思います。ではですね、諦めない戦いと言いました。フランスでもですね、諦めないぞというオラシャヤンという曲があるんですが、それを歌ってフランスではデモに出るんですね。この歌と私たちがいつも作っている私たちに力をというのを、私たちオリジナルで作ったんですけど、59秒ぐらいの歌なんですが、その2つを歌って、おしまいにしていきたいと思います。私はその慰霊の日、この日しっかりと胸に刻まなくちゃいけないというふうに改めて思います。